新スコーは琉球王朝時代から沖縄県で作られている伝統的な菓子の一つ。小麦粉、砂糖、ラードを主原料とした焼き菓子。沖縄県の土産品として有名であり、小包装された商品が土産品店で販売されている。由来には諸説ある。中国には桃祖という同種の昇菓子が存在し、その昔、中国南部で作られていたと言われている小麦粉に、 砂糖とラードを加えて蒸したカステラのような蒸し菓子が沖縄県の気候や原料に合わせて創作されたという説やポルトガルの焼き菓子であるボーロがシルクロードやカイロを通じて伝わった説などもある。また、琉球王朝に伝わっていた菓子製造にまつわる本、菓子霊帳には現在と異なり、チンスコーアが黄緑の着色がされていたとある。以前は、 米の粉を使用していたとされる材料も小麦粉へと変化している。また漢字表記の金底は黄金色に輝き、ほどけるような口当たりの消化紙という由来を持つ。琉球王朝の後期、料理座の包丁人であった者たちが作法師の食事を賄うために渡った中国で習得した中国菓子と薩摩藩の財番奉行の接遇のために、 石原海門や柳や善太郎から学んだ日本菓子を琉球独自の菓子として作り上げたもの。元来は琉球王朝の王族や貴族のみが祝い事などの時に食べることのできるお菓子として珍重されていた。昭皇王、なお幾王、昭太王の三代に首里城最後の包丁人として仕えていた一世の荒垣宿のりと二世の荒垣宿部差から廃藩治験後に 琉球菓子の作り方を伝授された三世の荒垣宿、安氏は1908年に沖縄初の菓子師として荒垣菓子店を起こし、今日のレンガ窯で焼いたチンスコーを販売した。この焼き菓子のチンスコーは、船で琉球と日本本土を行き来する者たちの土産品として、すでに重宝がられていたようだが、大きい上に食べるとボロボロと崩れるという欠点があった。 荒垣菓子店から分家独立という形で、那覇市の組めに店舗を構えた荒垣主婦は、これまで菊型の丸い形をしていた、チンスコーを米軍基地で使用されていたクッキーの型抜きを再利用し、一口サイズの細長い形に改良。と同時にチンスコーの大量生産を確立させた。また、半透明のビニールパッケージに小分けするという衛生面を配慮した現在のスタイルも、 新垣祝福の発案である。その後、チンスコーは沖縄県の本土復帰と沖縄国際海洋博覧会という二大イベントも重なり、沖縄県を代表する土産菓子としての認知度をさらに広めていった。商標申請が認められなかったため、現在では様々な菓子メーカーが製造販売しているが、今なお新垣の名を継いでいるチンスコーは、 荒垣宿康氏の三南筋にあたる琉球菓子元祖本家荒垣菓子店と六尾宿府の有限会社荒垣菓子店七男宿生の妻神が戦後に開業した荒垣神菓子店の三店舗であるチンスコーチーズ味紅芋味パイナップル味など様々な味のチンスコーが発売されている戦後の チンスコーの定番であった細長い形状にこだわらない、休憩や花、シーサーをかたどったチンスコーなども発売されている。1996年に、ギノアンシのファッションキャンディという観光土産製造卸業者が、チョコレートでチンスコーをコーティングしたチンスコーショコラを開発した。2005年にナンプドから発売された、雪塩チンスコーは、チンスコーの油っこさや、 甘さを軽い塩味で緩和することで、ヒット商品となった。2006年に発売された、男性器を模した形状で、小宝祈願という付加価値をつけた、小宝チンコスコーはジョーク商品として人気が高い。素材や琉球王朝時代の製法にこだわった、手作りの高級チンスコーも発売されている。チンスコーはシンプルな菓子であるため、自宅で作ることも可能である。 大きさにもよるが、分量はおよそ20個分ラード、もしくはショートニングを常温に戻し、ボールに入れて、薄力粉を振るって、クリーム状になるまでよく混ぜ合わせる位置に砂糖を入れ、さっくりと混ぜ合わせる。この際に玉にならないよう注意する。成形して、オーブンで焼く。通常の砂糖の代わりに黒糖を用いることもできる。また抹茶を入れるなどのバリエーションがある。 ラードと砂糖の量を減らすと風味が軽くなる。バターを用いて作ると、洋菓子のクッキーになる。キンスコウの沖縄発音。近年では、チンソコーという当て字の表記も参見される。ありがとうございます。